どうも、ハマチャンネルです。今日はポートレートオブパイレッツシリーズ2のフィギュアを紹介していきたいと思います。左からサンジ、ロビン、ウソップ&チョッパーになっております。それでは行ってみよう。シリーズ2、1体目は黒足のサンジさんになっております。はい、こちらが表面です。こんな感じになっております。はい、こんな感じ見えますでしょうか。はい、横は、こんな感じになっておりまして、サンジですね。で、サンジさんで、ロビンさん、チョッパーさん、ウソップさん、サンジさんと。今日はサンジさんでいきます。裏面はこんなパッケージになっております。メガハウスさんですね。サンジさん、横の画像はこんな感じになっております。シリーズ1とシリーズ2のコラボレーションの、箱となっております。ちょっと見にくいんで横にしてみます。光の反射で、サンジさん見にくいですけど、こんな感じで麦わらの一味といった形になっております。はい、上面です。上面こんな感じで青色のパッケージで、ポートレートパイレーツとなっております。で、側面は同じく真っ白となっております。こちら見えますか？タバコです。ちっちゃいですけど、なくさないようにします。お待たせしました。ぐるぐるタイムスタート。こちらはシリーズ2の P6 のサンジとなっております。発売日が2004年10月となっております。発売価格は3990円です。全高は約230ミリとなっておりまして、原型はレイアップとなっております。クールな雰囲気を漂わせるサンジさん、タバコは取り外し可能で、シリーズ2の登場により当時の一味の7人が出揃った形となっております。後に、回収された、NQ としてネオシリーズにラインナップされているモデルとなっております。こちらは、初回版になりまして、服の色であったり、箱であったりいろいろ違うところがありますので、これもまた、比べる動画も上げたいと思います。それでは開封していきたいと思います。ざくりいつものように、カッターで開けます。そして箱を出しましょう。今回は1番となっております。で、開けまして、内箱を出していきます。あ、またいて倒れたやないかと、ちょっとここ取り扱い注意です。そして、いつものようにまた、台座を外していきます。ここ台座外すと、箱の中のカバーの青色がベレッと剥がれちゃうんですよね。これ飾ってる僕としてはすごく嫌なんですけど、皆さんに見てほしいので、そこは我慢します。はい、こんな感じで取れました。こんな感じで箱も白く剥がれちゃいましたといった形になっております。はい、こちら、台座になっております。サンジのブルーカラーで麦わらの、国旗となっております。はい、続きまして、台座を組み立てていきます。はい、台座をビニール袋から出しまして、
台座は、今回も、基礎基盤と同じく、台座と、さすまたと棒となっております。また、同じように組み立てていきます。まず台座に棒を刺しまして、そこからさすまたを刺していきます。これがないと、基礎基盤のフィギュアは倒れてしまうという形になっております。はい、こんな感じで台座が完成です。はい、続きまして、内箱からの、三田三治さんです。はい、こんな感じになっております。三治と、タバコの2パーツとなっております。くるっと一周回りしますけど、やっぱりシンプルですね。はい、それでは、カッティングしていきたいと思います。はい、切らないようにフィギュアに当たらないようにと意識しながら、セロテープなんでまっすぐ切れますので、カットしていきます。フィギュア反対ごめんなさい。はい、カットカットと。これで開いたと思ったんですけど、まだ上が開けてませんでした。ごめんなさい。はい、カット。はい、こんな感じで、内箱を取れました。じゃあフィギュアを出していきます。で、ここからタバコを出すんですけど、タバコはむちゃくちゃ小さくて、ちょっと出すのに苦労しちゃいました。こんな感じですね。はい、出てきました。こちらタバコです。ちっちゃい、一応吸う側と、燃えてる方と色が、黒く塗ってあるんで分かるようになってました。さすがメガハウスさんです。はい、こんな感じで、サンジさん今から飾っていきたいと思います。かっこいいですね、やっぱクールで。早くタバコをつけてあげたいですね。はい、台座にセットしてタバコを刺していきます。ちょっと、横の絵を見ながら、一番かっこいいポージングしていきたいと思います。僕タバコ吸わないんでタバコの持ち方わかんないんで、絵を参考にしながら、刺してます。ちょっと長さ足らなかったんで微調整をして、どうですか、これで完成です。はい、この足のシワから、うまく再現されております。このタバコを吸ってるこのアングルかっこいいですね。ぐるぐる眉毛と、ちょびひげも、うまく再現されております。この第2ボタンまで外しているとこも、色っぽいですね。あとやっぱ女の子はこの腕まくりしているとこも好きなんじゃないでしょうか。いいですね、この角度かっこいい。ベルトと、チェーンも、細部にまで、こだわっております。この辺のズボンのシワも、うまく再現されていると思います。髪の毛もやっぱり、綺麗ですね。ぐるぐる眉毛のサンジさんです。はい、後ろのアングルいってみましょう。後ろは、こんな感じになっております。後ろもこうやっぱシワとか上手に再現してますね。はい、最後横です。横もこんな感じになっております。耳と、髪の毛、眉毛、目、鼻、口、ちょびひげ、うまく忠実に再現されております。そして、最後がパーツ紹介になっております。まず台座、台座の棒ですね。あと、足にくっつけるさすまたですね。そして、フィギュア、
サンジさんのフィギュアと、あと付属パーツとして、タバコとなっております。こちらですね、タバコ見えますでしょうか。ちっちゃいですね。反対側黒くなっているの分かります。吸った感じを見せるようにうまく再現されております。こんな感じです。皆さんいかがだったでしょうか。初代 POP ポートレートオブパイレッツシリーズ2ワンピースサンジのフィギュア紹介でした。サンジさんは、3月2日生まれとなっております。身長は177センチ、血液型は S 型 RH- です。星座は魚座となっております。賞金の方は、この当時で7700万ベリーとなっております。生まれは、ノースブルーとなっております。今では、ジェルマ王国ということが分かってますけど、このフィギュアのどこではまだ分からないといった形になっております。年齢は19歳で、コックの命である手を傷つけないように足技で戦うスタイルです。伝説の海オールブルーを見つけることが夢となっております。サンジは麦わら一味のコックとなっておりまして、異名は黒足のサンジとなっております。ルフィの4人目の仲間で、スタイリッシュな黒のスーツに斜め分けの金髪のカールした、眉毛が特徴となっております。はい、皆様ご清聴ありがとうございました。次の動画を楽しみに待っててください。それではまた次回会いましょう。では。